チェスター・ジレットは、アメリカ合衆国の殺人容疑者、元死刑囚である。彼は、妊娠中だった恋人のグレース・ブラウンを彼女が、死に至るまでの状況が曖昧であるにもかかわらず、殺害した容疑をかけられて起訴された。この事件の裁判は、グレースが彼に宛てた手紙が法廷で読み上げられた際に、とりわけ世間の関心を集めた。ジレットは、セオドア・ドライサーの小説、 アメリカの悲劇の主人公、クライド・グリフィスのモデルとなったことで知られる。この小説は、1931年の同盟の映画、及び1951年の映画、日の当たる場所の原作となった。他に、ジレットのことを取り上げた書籍には、ジェニファー・ドネリーの、エーノーザン・ライトがある。チェスター・ジレットは、モンタナ州で生まれたが、ワシントン州スポケーンで、 子供時代の一時期を過ごした。両親は裕福で信心深く、後には旧世軍に参加して資産を放棄した。ジレットの思春期の間、一家は西海岸やハーイを移動して暮らしていた。ジレットは決して信仰的な面を彼の老い立ちにおいて持つことはなかった。ジレットは裕福なおじの計らいによって、オベリン大学付属の寄宿学校に入学したが、2年後に、 退学してしまった。彼は学校退学後の1903年から臨時雇いの仕事に就いていたが、1905年にはニューヨーク州コートランドでおじが経営するスカート工場で職を得た。そこで彼は同じ工場の従業員であるグレース・ブラウンと出会い、親密な交際を始めた。グレース・ブラウン1906年の春、グレースは自分が妊娠したことをジゲットに明かし、 結婚するように要求し始めた。彼女は親元にしばらくの間戻っていたが、ジレットが自分の周りから逃げようとしているのに気づいて、コートランドに戻ってきた。ジレットはグレースと二人きりでアディロンダック山地への旅行の手配をした。彼は偽名を使い、荷物も少ししか持参しなかった。おそらくグレースは、プロポーズか秘密裏の結婚を期待。グレースは、 自らが未婚のカーたちが集う施設に向かうことにも考えを巡らせて自分の衣類を全部持ち出していた。プロポーズなどの代わりにジレットはニューヨーク州ハーキマーにあるビッグムースコにグレースを連れて行き、二人でボートに乗った。ボート上でジレットはテニスラケットでグレースを殴りつけ、彼女を湖中に転落させて溺死させたとされる。グレースの遺体は 翌日になって発見された。ジレットの犯行隠蔽の企みは不守備に終わり、ニューヨーク州インレット近郊で逮捕された。この事件の裁判においては、とりわけグレースが、ジレット、手紙の写しは法廷外で売られ、その多くは小説アメリカの悲劇に引用された。ジレットは有罪を宣告され、1908年3月30日にニューヨーク州オーバーンの刑務所で、 電気椅子に座ることになった。2007年になって、ジレットが獄中で、人生最後の7ヶ月間を過ごす間に書いていた、日記と12通の手紙が、彼の姉妹の孫娘にあたる女性から、ハミルトンカレッジの図書館に寄贈された。手紙のうち、11通は、ジレットの家族がオーバーンに移転するまで、友人付き合いをしていた人物で、 彼の姉妹であるヘーゼルのところに滞在していた女性、バーニス・フェリン宛てだった。12通名は処刑の前日に、ヘーゼルに宛てて書いた別れの手紙だった。この日記と手紙は2007年12月に出版された。gillett, e d i a r y t o n a t e d t o c o l l e g e w a s h i n g t o n p o s t c o m 2010年6月10日閲覧、ありがとうございます。